こんにちは、ゆるもちです。こんにちは、ぬぬです。はい、今回はテリアでスライムを大量に購入してきたので紹介していきたいと思います。不思議なスライムもあるっぽいので遊びながら紹介していこうと思います。いきましょう。ぬぬが持ってるのはミルクスライムです。はい、私が持ってるのはフルーツジェル、いちごの香りです。かわいい。すごい。液体みたい。ちょっと待って。ずるってるね。水みたい。すごいね。うん、すごい。じゃあなんか匂いある？向こう？向こうかな。こっちやばい、いちご。めっちゃいちご。めっちゃいちごです。ペタン。ペタン。こっちは、なんて言うんだろう。よくあるスライム。気持ちいい。でね、今回は、ビーズとか、ラメとかをね、用意したので、それも混ぜながら遊んでいこうと思います。すごい。触りたい。あ、めっちゃ気持ちいい、これ。次行きます。だんだん不思議粘土、つぶつぶした粘土。こっちはアメーバーってやつです。3色混ぜて作るやつっぽいです。こっちつぶつぶしてる。あ、すごい。あ、気持ち悪い。え、気持ち悪い。ガム切りの卵。ちょっと待って。ちょっと待って。硬いね、結構。よし、こんな感じで3色入れました。かわいい。これは振るそうです。振って遊ぶって書いてあったので振ります。なんかここに書いてある絵では綺麗に混ざってるんだよね。何が違うんだ。すごい、これ結構固めだね、そっち、うん、伸びる、めっちゃ伸びる。プチプチタイム。こうなりました。ちょっと手でこねてみよう、うん。あ、でも綺麗。あ、これ気持ちいい、うん。青多めのスライムができました。地球みたい。はい、次いきます。メタリックジェル、不思議なクリアジェルです。はい、メタリックジェル、すごい色がめっちゃ綺麗、うん。クリアジェル、あ、気持ちいい。あ、そっちクリアだからなんか混ぜてみたら。お好きなのをどうぞ。こちらにラメもございますよ。ビーズ入れたら可愛くなるね。あ、気持ちいい、スライム。はい、次は X スライム、不思議なキラキラジェルです。暗闇で怪しく光る実験体 X って書いてます。あと、なんか中に目みたいのが浮いてる。目じゃない、キモい。うわすごい、これかわいい。伸びない。これが一番水っぽいっていうのかな、うん、かわいいエイリアン。お、あ、これは伸びないやつですね。エイリアンが光ってる。ちょっと見てみて。うん、ね、エイリアンが光ります。そう、エイリアンが光ってる。こいつが光る正体でした。楽しい、これ。はい、次はグニョグニョゼリー粘土、試験管スライムです。はい、こっちは開きません。黄色を取ります。あー、気持ちいい。こちらも伸びないタイプみたいです。水みたい。すごい。おお。じゃあラメを入れていきたいと思います。こねる、かわいい。じゃあ緑と青を混ぜてみます。待って、この時点でもう綺麗、うん、綺麗ね。
じゃあここにも黄色も追加します。もっと虫入れよう。もっとほっ、よし、じゃじゃん。違うよ、まだあった、紹介しなさい。次いきます。不思議な水飴ジェル、不思議なもちもちジェル。はい、棒が入ってるって書いてあるね。割り箸みたいなやつがついてます。伸びるって書いてあったのに伸びる。あこっちも伸びるって書いてあった。え、伸びるよ。え、伸びちゃうよ。お餅みたいに伸びるスライムって書いてある。ゆっくり伸ばすと。ゆっくりだ。いいね、いいね、いいね。いいよ。いいよ、伸びてる、伸びてる。どこまでいける？ああ、やばい。ああ、終わった。くるくる巻きつけて遊べるってどういうこと？こうやって遊ぶってこと？あ、水飴をこうやって巻くからか。気持ちいい。はい、次は、ダダン。ドロドロアメーバカラフルゼリー粘土です。カラフル、ああ、いろんな色があるんだ。泥です。うえ気持ち悪いってなるやつです。あ、あ、おお、おもろいこれ。最後はダダン、レッツスライム、ネバネバカラシみたいなスライムです。これめっちゃ気になる。あ、これ作るんだ。すごいすごいすごい。あ、なんかおう不思議な感じだ。うん、ネトネトしてる、うん、はい、じゃあ私も作っていこうと思います。まずA の粉を入れるそうです。やったことないから。 50ml の冷たい水を一気に加えます。はい、そしたら混ぜる。素早くで1分間混ぜないといけないそうです。これあ、なんかちょっともったりしてきた。トロトロしてる。どんどんなんか硬くなってきた。はい、まずこれが A です。次は B です。入れて冷たい水 10ml を加えます。ざっと入れて、これはよくかき混ぜるしか書いてないのでよくかき混ぜます。はい、そしたら A のコップにお湯 100ml を少しずつ加え、粉が溶けるまでかき混ぜ棒でよく混ぜます。ねとってる感じ。はい、お湯をちょっとずつ粉が溶けるように混ぜてくださいって書いてありました。ちょっとサラサラしてきた。もう入れます。はい、お湯を全部入れました。 A のコップにこの B を入れてよくかき混ぜます。えーいあ、すぐ固まる。で、これプルプルなスライムになるそうなんですけども、なんか違う、なんか違うよ。ちゃんと指示通りにやったよ。この絵ではね、こんな感じになるんですよ。でもなんかね、もう多分これは違う。なんかちょっと失敗しちゃったみたいです、私。からしの匂いするこれ。しないです。あ、全然しない。はい、全部紹介し終わりました。どれが一番良かった？どれだろう、水系のスライム、うん、私はね、ちょっと一押しのやつ、これエイリアン X 光るやつめっちゃ可愛い。はい、こんな感じでセリアにね、こんなたくさんの種類がさ、うん、こんな珍しいやつまですごい種類多いので、ぜひ行ってみてください。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今回は何をするかと言いますと、一番最初に上げた動画をみんなで見て振り返っていこうという企画でございます。本当にごめん。